何それ？箸？アンパンマン箸。アンパンマン箸持ってくの？違うよ。指だよ。指だよ。指だよ。皆さんこんにちは、ママです。明日からニコちゃんのお弁当が始まるということで、今日はお弁当箱の開け方の練習をしようと思います。せっかくなので、まあ予習ということでお弁当を作っていこうと思います。パパです。ニコちゃんのお弁当箱はアンパンマンです。ニコ専用のお弁当を作るのは初めてだね。そう、とりあえずニコちゃんがお弁当で何を食べてくれるかわからなかったんで、いろんなキャラクターのものをとにかく買いまくりました。じゃーん、じゃん。お弁当に必須アイテムのこの紙皿、セリアで購入しました。今さ、セリアとかダイソーっていろんなピックがあるんよ。その中でね、ニコちゃんが一番喜びそうなカエルと太陽とアヒルさんたちを選びました。はい、じゃあやっていきます。はい、まずはハンバーグを事前に作ったんよ。うん、で、それを見せよう。ぐしゃぐしゃなってるけど、ほんまにぐしゃぐしゃ。そうなんよ、ほんまにぐしゃぐしゃなんで、ちょっと待って。でもね、ママのハンバーグ美味しいからね。そうよ、ママのハンバーグ美味しいよね。まあね、ニコ用にちっちゃくしたのっていうことね。なんで半分かって言ったら、一口で食べること多くて、ニコちゃん、うん、おえってならんぐらいのサイズ感。はい、で、弁当にも多分入れやすいよね。うん、ちっちゃい方が初めてだけど、ちゃんと初めてだけど収まるかわからない。そう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 、弁当箱の中に。一番初めは幼稚園の先生に好きなものだけ詰めてきてくださいって言われたん。うん、じゃけ好きなものだけとりあえず詰める。先生は、うん、マンが言ってたんだ、お弁当を食べてくださいって。じゃけママ今からお弁当作るけ、ちょっと食べる練習してみようね。まずお米からいきましょう。あ、そっか、米もそこに入れるのか。そう、二段弁当じゃないよ。こんなにちっちゃいところ、うん、こんな量入らないんですよね。うん、このバタバタを朝にしとったら間に合わんくなるよね。もう頭の中でシミュレーションしながらやらんとさ。2個も初めてのお弁当だけど、ママも初めての弁当作りですね。これね、すごい画期的なんだけど、シェイクシェイクしたら3つのおにぎりができるよ。これセリアです。ふりかけふりまし、ふりまし宮島の水族館でニコが選んだよ。どうした、何言った？タッコ。タッコ？おにぎりを呼んでチューしたいのに言った。これ大好きだよ。大好きだったらチューするの？シェイクシェイクってこうフリ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 。顔顔顔。うわ、チューチュートレインみたいになってる。見たんで、チル。うわ、荒ぶってる。おいふ、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 危ない。のり。はい、このおにぎりの上に海苔のパンチなんだけど、ダイソーの海苔パンチなんだけど、うん、いくよ、せーの、ほら、おー、リボンの形になった海苔が画期的じゃない？やってみちまーす。手間がなくて、うん、すごい楽よ。うん、お腹すいちゃった。お腹すいちゃったんよね。次はさっき作っとったハンバーグを詰めます。うん、はい、これでいっか。でもあと何入れる？ミートボールとソーセージ。それはニコが好きじゃけってことだよね。そう、今回は栄養バランスよりもニコちゃんが好きなものでお弁当を開けて全部食べて帰ってくるっていうのが目標なので、好きなものを詰めていきます。次はミートボールをやります。じゃーん。え、ニコちゃんが刺した。おー、トゲトゲライオンとアヒルさんね。これがお気に入りなんじゃね。ふたしまなんじゃ。あとはほんまじゃ。どうするんじゃろう。しまらんじゃ。どうするんかね。なんとかいける？うん、横になってるわ。みかんの箸も、箸もね、アンパンマン箸も、箸も、あれ、これ、箸？それ、見して見して、何それ？箸？箸？アンパンマン箸。アンパンマン箸持ってくの？
伸びるよ伸びるよ伸びるよ。指なのそれ。はい、次じゃーん、セミッカ暮らしのソーセージ。よし、じゃあ次、次はガマを作る。かまぼこ、かまぼこ。これね、お弁当の隅っこにって書いてある。うん、隅っこ暮らしだけ。これは、これはこれはね、なんかトカゲ。これはトカゲ。ん、え、わかんない。ママ、あんまりすみっこは…ネギのすみっこ。ネギの、これネギの、これネギ、ほんまにこれ。ニコちゃん曰くネギなんだけど、これなの。まあね、ネギ色ではあるよね。あとはペンギンと、あとはこれはママね、あんまりすみっこから知らないよ。これはエビ。エビ、エビフライのすみっこ。これは、ね、これ猫か。猫のすみっこ、あとはクマのすみっこ、あとはエビフライのすみっこ、あとはネジのすみっこ。開けていく？うん、開けていこうね。気づけば2個のケースになってる。じゃーん、見て、すごい、見て、はいはい、スミッコの形になったの。ほんとだ、白クマじゃん。白クマとエビフライ、うん、って言っとったね、2個が。白クマとエビフライの種類が2種類ずつ。へぇ、かわいい。ちょっと見せて、見せて。ちょっと囚われた。おぉ、かわいい。囚われた。食べれる、これ。この子がおるだけで助かる。見て、あれ、覗いてる、白クマが。お弁当からこうやってからやってる。わぁ、めっちゃ助かります、このアイテムは。気持ちいいかもしれない。入れないじゃん。ねえ、ニコちゃん、ママよりママみたいなこと言うのやめてよ。完成しました。じゃーん、題してニコちゃんの大好きなものつめつめ弁当。いいじゃん、いいじゃん、いいかな。よし、じゃあそれに蓋をしてください、ニコちゃん。お、蓋ができるいうことは開けれるいうことじゃない？あとはですね、糸を入れて先に。あ、待てよ、糸を入れて先に。あ、待てよ、ちょっと待って、外れちゃうから。待って、あー、びっくりした。ちょっと待ってね。このお弁当袋に入れて明日持っていきます。あ、そうですよ。アンパンマンよ、アンパンマンのお弁当袋ね。これから取り出しての練習をせんといけないね。まず入れて、わー、見た今。びっくりした。よし、じゃあここを縛ってください。そう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 、そうだ。ニコちゃん、お席についてください。はいはい、レッツゴー。開けれる？うん。これをまずね、解くの。ここを引っ張ってごらん。そう。で、ゆっくりここ開けてごらん。そう。そう。いいじゃん。そこはそーっと？そーっとよ、そーっと。箸。そう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 。そーっと、そう。よし。箸あった。箸あったね。アンパンマン箸でーす。何食べてんの？スミッコ。スミッコ食べたの？食べた、もう。
あれかけちゃってる。結構ママがさ手伝ってあげるじゃんか、うん、意外とさやっぱ弁当だったらさワクワクするんか、結構自分でじゃんじゃん食べよるね、食べよるね、食べよるね。はい、いいよ。ニコちゃんもありがとうね、作ってくれて。また作ろうね。あとはこれ。そう。スミッカソーセージ。わお。ああ、おいしい。なんか大きくなった。大きくなってきた。お味はいかに？ほら、全部終わるから。うわ、すごい。オッケー、できました。おー、明日は先生とみんなとご飯食べるよ。パパのご飯、うん、できる。子供たちあんたのご飯持ってるから。買ったの？買ったの？買ったよ。あれ、うん、明日は寝る子でぐるぐるします。何かと？はい、じゃあ明日の朝行きます。バイバーイ。おかえり、にたん。ただいま。ただいま。今日何したの？幼稚園で。幼稚園で何した？はい。ニコちゃん、ママ今日聞きたいことあります。はい。お昼ご飯食べれた？食べれた？お弁当パカッて開けれた？開けれた？え、教えて教えて。こうやって教えてあげたの。みんなはどんなお弁当だった？パパさんのお弁当と、うん、パパ恐竜のお弁当と、うんママのお弁当で、うんうん、フォークも、うん、スプーンも、うん、あ、そうよね。ちょっとさ、まだお弁当の中身見てないんだけど、うん、ちょっと見てみる？お願いします。わ、上手にほどきれになってるよ。わお、昨日より。おお、おお、なになに？そうなの？おにじり？これ、大きな食べさせてくれたってこと？うん。そうなの？これ、うん、大きかったおにぎり、うん、え、全部食べたん、うん、めっちゃ嬉しいんだけど。すごいじゃん、ペロリじゃん。昨日は練習の時点でもう1時間はかかったかね。1時間ぐらいかかってる。1時間も多分お昼ご飯の時間ない。うん、この間で食べれたってことだよね。すごい、やっぱり。すごいわ、感動した。さすが幼稚園生。さすがです。イエーイ、イエーイ。また一歩成長したね。うん、さ
勝するのでした。はい、食べてくれてありがとうね。これからも成長していくニコちゃんの様子を見たいと思います。見ていきたいと思いますって言った今。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあニタ閉めてください、お願いします。いいと思ったよ。チャンネル登録もグッドボタン押してね。バイバイ。ブブー、いっぱい食べて偉かったね。